こんにちは皆さん。私は元山口組顧問弁護士で YouTuber の山内幸雄です。今日は広島ヤクザ戦争のお話をしたいと思います。言うまでもなく仁義なき戦いですね。戦後昭和21年から45年ぐらいまでを描いておりまして、第1次から第3次まであるというふうに、言われております。これは広島のヤクザの激しさもさることながら、飯星浩一さんが仁義なき戦いっていうタイトルの作品にしまして、それを東映が映画化して大ヒットし、日本映画の不朽の名作として高く評価された。それが原因で非常に有名な構想になっております。私も飯星さんとは2度お会いしたことがございまして、一度はテレビに出た機会、もう一度は雑誌の、対談でお会いしてるんですが、私は非常に尊敬しておりました。大ベストセラー作家ということで、お話しするだけでも熱い気持ちになったもんです。飯星さんが山内さんの悲しきヒットマン、随分売れたでしょう、なんてね、おっしゃったことが非常に印象に残っております。嬉しかったですね。この作品は、それまで描かれておった任侠映画の美意識みたいな、そういう作品とは全く違っておりまして、裏切りと欲望、縄張りの確保、そういうものがうずまくドロドロした世界を描いております。第一次広島構想というのは、終戦の昭和21年から昭和30年ぐらいまでを描いておるんです。広島市と隣の呉市ですね。広島市では幕府の岡組、敵屋の村上組が激しく争って、結局岡組が勝利して広島市を治めるという経過。呉市におきましてはいくつもの組があったんですけれども、結局は山村達を率いる山村組がですね、土岡組を駆逐して呉の支配者になる、そういうふうな争いが描かれております。そして広島市を制したこの組、岡組長とですね、呉市を制した山村組長というのは兄弟分の杯を交わしております。第二次広島戦争が代理戦争と呼ばれるもので、現地の内越組、後の内越会に山口組がつき、そして相対する山村組に本田会がついてですね、この2つの大きな組織の勢力を背景に、現地2つの組が血みどろの争いをした構想ですね。昭和38年の4月から39年末まで非常に激しい戦いが行われました。そのことを描いた部分ですね。この山口組っていうのは昭和35年に盟友会事件を起こして盟友会を殲滅し、大阪といううちに山口組の勢力はどっと広がりました。それがきっかけになって、今度は全国へ山口組の勢力を伸ばしていくという全国侵攻作戦、侵略戦争を仕掛けていくっていうことが起こっていくんです。その一番大きな原因になっているのは柳川組だと思います。柳川組が盟友会事件で手柄を立てて直参に取り立てられるんです。直参になってからというものは積極的に他府県に攻めていきました。それと競い合うように頭の地道組、切り込み隊長とも言われた人ですけども、地道組、小西組、姿谷組などが日本全国、近畿、中国、北陸、四国へと侵略の手をどんどん伸ばしていったわけなんですね。中国方面に関しましては、傘下にしやすい山陰方面を山口組色に染めていくわけです。鳥取、米子、松江というふうに、山口組が進出していきます。山陽道に関しましては、岡山までは現金屋を山口組の傘下に収めるということで山口組の手が伸びたんですが、中国道を支配するにおいて要衝の地となったのが広島だったわけですね。全国侵略を企てる山口組とその前に立ちはだかる本田会、もともとはね、同じ同門の出なんですよ。大島秀吉親分の舎弟、初代山口春吉さん、そして本田会の初代本田二助親分もですね、どちらも大島秀吉親分の舎弟さんだった人なんですが、そしてどちらも神戸に本拠を構えて、一本立ちしてからは西日本における勢力を二分する巨大組織になっていった
一方山口組が侵略を始め、本田会がそれを阻止しようというような構図がいくつかの構想で見られます。昭和32年小松島事件、38年鳥取構想、39年松山構想などにおいても2つの勢力が対決するという構図になっておりました。広島ではこの広島市を制した岡組の岡俊夫組長なんですが、昭和35年頃から健康上の理由によって引退を考え出しているんですね。子供さんの教育の問題もあったみたいですけども、岡組長は引退するんではないかというような思惑が広島市にあります。そうしますと岡組の後継者、広島一の大きな組織ですんでね、後継者を考えた場合、直系の若い衆というのは、まあ、6、7人有力な人がいたんですが、いずれも似たような勢力で、力は白昼してどんぐりの背比べであった。誰が代を継いでも分裂するのは必至と言われるような状況だった。それとは別に、射程で内越信夫という人がいて、この人が結構大きな組織を形成しておったんですね。内越組といって岡組の中では有力な組織。内越組長自身も岡が引退したら自分が後目になるだろうと思っておったわけなんですね。ですからできるだけ自分の勢力を、まあ、拡張して力を保持して後目争いにおいて有利なポジションを取りたいと思っておったわけですね。内越さんという人は岡組長や呉の山村組長と違いまして、彼らは構想に次ぐ構想で力でその地を治めてきた人なんですけども、内越という人は政治外交といいますか、杯の血縁によって自分の勢力を維持し立場を誇示した人なんですね。あちこちの組長と杯をしているんです。内越組長はですね、さらに大きな血縁をしたいと思って山口組と縁を持ちたいと望むわけなんですね。そして昭和36年5月に美空ひばりの一行が広島公会堂で講演を打つんですが、その時に田岡さんがついてきていたんです。それから秘書兼ボディーガードとして山本健一が付き従っておったわけなんですが、山健さんというのは広島の出身の人で、広島のヤクザにいとこがいるんです。いとこの紹介で内越もう山県と面識を得る機会を得、そして田岡親分へとつながっているチャンスをものにするんですね。美空ひばりの講演がきっかけだったと言えます。それともう一人、美濃幸三さん、この人がこの仁義なき戦いのネタになっておる手記を書いた人物なんですが、もともと呉の山村組の組員幹部の人です。後に破門されて内越に寝返るという人なんです。この人は山健さんと懲役で一緒になって親しかったんですが、この美濃幸三の尽力並びに、まあ、山本健一の仲介もあってですね、山口組が広島に拠点を築きたいという思惑と、広島の内越信夫が大勢力の山口組と縁を持ちたいという利害が一致して、兄弟杯が実現することになっていくんですね。これが昭和36年の11月、杯血縁の儀式が神戸の料亭で行われました。出席者は双方合わせて80人ですね。山口組側が40人、そして内越側も40人、そして兄弟分になってくれる人は山県の元親分であった安原正夫組長、この人は山口組の重鎮です。この人が広島にくさびを打つについて自分が、まあ、労を取るということなんでしょう。内越信夫の兄貴分として杯を受けるということになりました。会場の、まあ、正面奥には、右側に田岡親分が座って、田岡親分は後見人です。内越側の後見には呉の山村組長が座りました。そして鳥持ちは山口組側は地道若頭、内越側は広島を制した岡組長が鳥持ちになって、そして見届け人がそれぞれあり、左右に並ぶ組員たちの顔ぶれが非常に豪華ですね。山口組からいきますと、射程頭の松本組長、岡清、
安原正夫のお兄さん、梶原清春、山本博士などというね、そうそうたる、まあ、後の、あの、大親分衆が並んでおります。一方、打越側なんですが、これは呉の海部組、広島を制した岡組組員です。取り持ち人になっております。それから山村組の組員、打越組の組員などが座りまして、総勢80名の非常に、まあ、豪華な儀式が行われたわけなんです。ただ広島を制した岡親分なんですが、取り持ちにはなっておりますが、この杯には反対しています。広島の人間が他府県の人間と縁を持つということ自体に反対の意見を述べている人だったんです。ですから決して打越と山口組、安原正夫の縁組を快く思っていなかった。そしてこの人が引退して、まあ、跡目を考えるということになっていくんですけれども、案の定打越としては山口組という力をつけてこの後継者レースの、トップに立とうとしたのが、逆に岡組長の不信と反感を買って打越には継がせないということになるんです。そして誰に広島一の岡組を継がせたかと言いますと、なんと自分の配下の若い衆じゃなくって呉を制した、山村達夫にですね、岡組を継承させたんです。そこから山村達夫と打越信夫との間の大きな構想が始まっていく。これは第二次広島戦争といわれる仁義なき戦いと言われるもんですね。昭和38年の4月から39年の年末まで非常に激しく血で血を争う戦いが演じられました。はい、今日はここまでです。チャンネル登録並びにいいねボタンをよろしくお願いします。ありがとうございました。